どうもー、パチスロ大好き人間でーす。そしてこれが100万円でーす。はい、本日は2022年4月4日でして、週刊少年ジャンプ、18号、読み切り。読み切り、島袋光俊先生の魔界刑事マリボーの、感想です。今回は、正義と悪というのがテーマになった読み切りが2つ、掲載されておりまして、マリボーの後は、沼俊先生の最悪、元い最弱ジェノサイドクイーンという読み切りが、掲載されてますので、そちらはまた別の動画で話そうかと思います。さて、島袋光俊先生の、新作読み切りなんですけど、魔界というのは人間界と善と悪の価値が真逆な世界であるという冒頭から始まるんですけど、まさにその設定の通り、魔界で良いことをする、人間世界でいうところの良いことをすると魔界では悪であるという、ただそれだけの物語であると言えるかもしれません。例えばお菓子、まかしって言われてますけど、お菓子を買ってお金を払うというようなことは、魔界では、刑事がやってくるような犯罪行為です。もしくは信号を守る、ハムスターを、マムスターなんですけど、マムスターの手当てをして命を救うということも魔界では大犯罪です。このように正義と悪の価値観が逆であるという設定を忠実に守って最後まで駆け抜けた読み切りであるのじゃないかと言えます。まあ、ビルドキング、前回連載された、ビルドキングという作品が結構短命に終わっちゃったんですけど、まあ、ビルドキングが結構難しい話というか壮大な話であったのに対して、今回の読み切りは、シンプルイズベストと言いますか、ただただシンプルにギャグという感じで、良かったんじゃないでしょうか。しかしながら、この作品から何かテーマ性を一つ、拾ってくるとするならば、後半で、正義の戦隊ピースレンジャーというのが、魔界にやってくるんですけど、それに対して、マリボーが、価値観を押し付けるなっていう、価値観を押し付けるなっていうようなことを言ってるんですけど、まあ、これがまあ一つのテーマなんじゃないかななんて思ったりもしました。まあ、つまり、マリボーというのは、魔界の側の人間として描かれていますけど、価値観を押し付けるというのは、どんな世界においても悪なんじゃないかと思います。ただ、よくよく考えると、この一点だけは、悪が正義であり、正義が悪である、魔界においても価値観を押し付けるということは、悪としてマリボーは捉えているというのは、一つ、面白い部分なんじゃないでしょうか。価値観を押し付けるということは、魔界においても悪である。価値観を押し付けるの逆というのが、まあ、ちょっと思い浮かばないですけど、誰かの考えを肯定するというのは、じゃあ魔界では、正義なんでしょうか、悪なんでしょうか。そんな風にいろいろなことが考えられるかもしれません。はい、そんな風な、感想を、述べたわけでした。一番好きだったのは、魔漢口殺法という、魔漢口殺法というドラゴンボールの技名を言いながら全然違う技を出すあたりが、とても面白かったと思います。以上です。魔界刑事マリボー、まだ読まれてない方は、ぜひ読まれてみてはいかがでしょうか。面白かったです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。